はい、始まりました。ディレクターです。今日はジェーヌさんにここはね呼び出されてるんですけども、ここどこの駅にいるって聞いたんですが、どこだと。あ、いたいた。おはようございます。おはようございます。ジェーヌさん、おはようございます。おはようございます。どうしたんですか？御嶽山駅そうです、そうです、そうです。あれすげえローカルなとこです。すごい ローカルでしょ。ローカルでしょ。ね、ちゃんといろいろ見て見て、ブルー全部紐とか全部ブルー、靴下もブルー。なんかこれ関係あるんですか？関係ありまーすあ、ジェーヌさん、ちょっと待ってください。早い早い、歩くの早い。足長いから足長いからいやいやいや、でも、うん、御嶽山駅って、はい、あの一応日本のビバリーヒルズじゃないですけど、うん、田園調布っていう高級住宅街に近い場所にあるんですけど。そうです、そうです。こんなところに何をしに来たんですか？今日ですね、はい、この辺にあるのは蒸留所ですね。蒸留所、はい、ジンが作ってる、すっごい変わってるんですね。蒸留所ってあのすごい自然の中とかにあるんじゃないですかじゃないです。あ、もう街ベブリーヒルズのエリアの中であります。ちょっとビバリーズからちょっと離れてるんですけどでもこんなところでジン作ってる人がいると。います。私と同じ変わってる外国人います。あ、外国の方。はい、その変わった外国人の方変わった外国人ですねまあちょっとね、楽しみに歩いて向かいたいと思います。はい、行きましょう。はい、はい、もう間もなく到着なんですけど、はい、あれ今日もそういえばジェニアセット、ジェニアセット、ジェニアセット全部入ってます。入ってます。てことは今日もどっかで作るんですね、ジントニック。作りたいです、作りたいです。楽しみに。あ、でも間もなく到着なんですけど。間もなくですね。この辺すぐこれこっちどれ、こっちこっち、おお、すぐだから色見てよ、見て見て。あ、そういうことね。ブルーラビットだから。そうそうそう、ブルー全体的に青なんだ。全部はブルー、ブルーラビットディスすごいすごいでしょ、名前もかっこいい。そういうことだったんですね。あ、早速あいらっしゃいますね。マークさんがいるんですこんにちは。こんにちは。お邪魔します。どうもすいません、よろしくお願いします。お邪魔します。そうそうそう、お邪魔します。はい、どうもこんにちは。置いときますね。すごい、こんにちは。ここです、ここです、皆さん、マックさんです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Nice to meet you。 実はここは、2年前ぐらいかな、うん、でここは来てマックさんがあのジョルジュを作ってるところでしたね。はい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 、ね、全部なんか手作りだったんです。じゃあちょっとね準備して早速ちょっと紹介していただきたいなと思います。はいはい、お願いします。皆さんちょっとね、マークさんに中にとりあえず、うん、あの見せてもらうんですけど、はいはいはい、その中に入るね、うん、あのブルーの皮またありますね。 あとちょっとだけ外れてるところが白です一応ね中に入るためにここ、ね、そう髪の毛を中に入れて入れないといけないからね。似合ってますよ、ジェニアさん一応なんかかっこよくなる、モデルさんっぽい。一応モデルでしたじゃあちょっとお腹に中で、はい、中に見せてください。はい、もちろん行きましょう。行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。こちらは私のプロダクションエリアですね。あはははは。この部屋の中はあのいろいろのスピリッツを作ります。ほうほうほう。As you know, I make gin, vodkaAnd rum. Gin, vodka, rum. Yeah. I'll talk about the rum first, actually, rum production. So at the moment, you can see I've got two fermentation tanks actually in operation. Now, rum が作ってるんですね。あ、rum を。そう、rum で作ってるんで、ちょうど今機械とか全部が動いてるんです。マックさんが、はい、この中の、うん、
作ったの全部自分で DIY でやったの。そうですね。2年前やほど前、はい、始まりましたの、ね、ビルディングが自分で一人だけ、はい、ずっとは、私が作りました、はい、ここ何あったんですか？前は何もなかったんですか？あ、なしん、前はあのファーマシーでした。 あとは1年はなしん、私は2年ほど前は、なんで自分でやったの、うん、No, it's not really due to the money, of course. In reality, I thinkto reach this stage would have cost me an awful lot more money, and I might have, you know, had to look for investors or a partner to do that. It's probably because I'm Scottish and we love building things. Scotland の人だから手で作るのは一番好きです。そこがポイントですね。好きだからやった。そうです。なんで DIY でわざわざ蒸留所を作ったかというと、やりたかったから。でも。すごいですね。なんかすごいおしゃれな、ね、壁とか全部はウッドで、ドアと階、床とか、ワークベンチも作りました。いやいやいや、皆さんこれは大事。外国人の足の高さですね。見てください。そう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 、これをパーフェクト。まあ、これの僕があれするのはちょっと比較するの難しいです。結構高い。これ私たちにもうパーフェクトで腰が痛くならない。はい、でしょ。そうですね。これでもいい高さですね。いい高さですね。いい高さですね。まあ、コンフォータブルですよね。これは自分で。そうですね。このトップははい、IKEA、買いました。はいはいはい、ずっとの、キーはホームセンター買いました。ホームセンター。前はこの部屋は私のワークショップでした。うん、So I had all the work tools and stuff, so I was like cutting wood and this place was just covered in sawdust. It was もうここで全部カットして、こんな小さいところですね。カット、ウッドカットしたりで、ここで工場にして。そうですね、工場でしたね。でもすごいおしゃれのは、このお酒がここを作られてて、外側が全部テイスティングルームが見えるし、その外に見えるし、これはすごいシンクとか全部スタイリッシュなの。そうですね。First of all, I wanted to bring light into the place because it's quite a small place, right? もっとすごい明るく、今、自分のイメージ的に小さいところがライトがすごい必要で、それでまあなるべくその壁の間が窓ガラスにしてるんです、ね。And you know, these two tanks are very sexy, and I wanted to show them off. To, so having them in front of the window, I think, was a good idea. このタンクはすごいセクシーだから、外から皆さんに見てほしい。そうですね。こっちが隣はブッテルスティン。A bottle sterilizing room. So, I have another storage room for bottles down the road, so because I've got so many of them, and I bring the batch up here when I need them, and then they go in here. And all three of us are never going to fit in here because I've got some other stuff. But maybe we can get in a little bit. It's kind of. Yeah, I had to build this room on the Hokenjo's. これもね、瓶がきれいにすると。Yes, I store some bottles in here. That's my lunchtime machine. Lunchtime machine. And then this machine was actually produced for me in Italy. So this came from near Genoa in Italy. Italy? Yes. イタリアから機械で彼のために作ってくれたんですね。そのサイズ合わせて作ったんですね。So, これで見てください。その中にどうやって洗う。そうですね。So when I want to allow the bottles, I just switch the machine on and then just push down on that. It's like in a bar or in Starbucks. It just, in my case, it shoots up alcohol around 70% into the bottles and the pressure. 瓶がイタリア製ですか？そう、もう瓶はイタリアもです。輸入しました。わー。So これは私のボトルメーカーは、ベネツィアに近い、イタリアのベネツィアに近い、ね、イタリアでベネツィア近いの場所のところで作ってくれたんですね、彼にデザインにして。そう、こっちは700ミリですね。700ミリのやつ。
この形はあのイタリアのファルマチアスタイルですよね。この場所はあの前はあのファルマシーでした、ね。この前ですね、薬局屋だったじゃないですか。それで薬局だった。まあ、薬局とかそのドラッグストアとか、うん、なんかここであったけど、はい、それで瓶の形もイタリアで作ってるのは薬局で使ってるの薬の瓶と同じです。ああ、なんかでもそういう意味では、うん、そうね、この口の部分とかが、そうですね、薬の瓶みたいな、そんな感じですね。瓶とストッパー、イタリアからですね。はいはい、ストッパーはあのブナ、ソリッドブナ、right? ストッパーも全部イタリアからで。うん、でも、輸入の時はめんどくさい、because you have to actually、put all the stuff that touches the spirit, everything, pipes, glass, everything, has to be sent direct from the manufacturer to the laboratory in Tokyo.Government approved laboratory. 一応日本で海外から輸入するときに全部瓶 の、うん、あの直接がラボラトリーまで日本に送ってそれ全部調べるんですね。その内容っていうかそのグラスの何を入ってるっていうか、うん、全部確認してから、なんでっていうのお酒と一緒使うから、うん、安心かどうか調べてから、だから直接じゃあイタリアからここジョルジョ送ることはできないです。いろいろ検査があって、その検査をクリアしないと、うんうん、そうこうやって使うことができないと。そうそうそうですね。ですね。So this unit here, I'm just really storing in this now. So you're right, it is for drying fruits. In my recipe, I have ginger, sugar. ドライフルーツの機械ですね。乾燥させる機械ですね。一応、まあ、ここにストレージをしてるんですけど、自分の商品の中にジンジャーと、レモンピールとオレンジピール。はい、もう、ユズピールありますけど、うんうん、たくさんありますけど。それ全部自分で乾燥してるの。So, I don't use this for yuzu anymore, but, but for the other stuff. Actually, you're looking at the side of it, but swing it around a bit. これはすごいですね。So I imported this from the States. It's a very nice machine. It holds up, I think, 10, wow. 10 different trays. Wow. It's digitally programmable as well. これはその乾燥したフルーツ、ドライフルーツは、そうですね。はいはい。それをどういうふうに使われるんですか？そのジンに使うんですね。ジンのバスボタニカルとしてもバスケットに使うんですね。生よりがドライの方がエッセンスとかその元は出てるから、それをドライのものが使ってるんです、ね。ああ、そのためにわざわざ一回ここでドライにしてからやるんだ。いや、それ14時間ドライかけて。これが。これですね。有名なやつというか。これですね。マジック機械ですね。That's my magic machine. マジックマシンですね。マジックマシン。アイスティールですね。これは結構何リッターですか？これは100リッターです。これ100リッターの機械ですね。アイスティールでオランダですよね。オランダ、そうですね。That still was made for me in Holland. なんでアイスティール？Good question. I researched a lot for still, and you know, for craft still, I wasn't really looking at something huge. I wanted something fairly small, 100, 200 liters. And I researched quite a lot around different countries in the world. And yes, there were copper stills available. There were some stainless steel stills. But when I hit ice still, the feedback and the response, time and quality, and the more I looked at it, I realized ice steel's definitely the right choice. And of course, once I made the payment for that and imported it, I really hoped that would follow through, and it really hasn't let me down at all. It's a wonderful piece of kit. Wow. I wouldn't have any other steel. 自分で一応、まあ、ジンが作るために、100リッター、200リッターぐらいのスチールを探してたんですね。まあ、いろんなものが見てもアイスティールが出てきて、そこからなんか、まあ、見た目もそうだし、いろいろ調べてから結構レビューがすごい良くて、それで会社に声をかけて、めちゃくちゃ、まあ、メールやり取りとか全部うまくがいったんですね。うん、でそれで自分の、まあ、頼んだ時に200リッターするとかなりこういう建物の中にちょっと入れなくなっちゃうし、とりあえず100リッターのものが買ったんですね。なんかあの私はよく見るその蒸留機っていうと、はい、なんかこういう蒸留機の方がこういう形のものが多いような気がするんですけど、はい、これは結構特徴的な形してるじゃないですか、はい、今まで多分見たものとちょっと違うと思うんですけど、はい、これなんか違いって何かあるんですか？
Yeah, from my perspective, you've hit the nail on the head. You can save money in production costs as well. Maybe not so much in small scale with 100, but certainly as you scale up. たぶんまあ小さい機械だったらまあお金セーブできるっていうかあんまりないけど、その例えば電気を使うんですね。だけどそのまあ if it's easy to use a computer or like not to like taste like you know like yeah well actually one of the main reasons I like the ice still is because it uses technology. So this is technology. Yeah, I love technology. And when you're running an operation by yourself, the more technology you can use, the easier the operation is, and you can concentrate on other things, right? 一人でやってるから、それでやっぱりまあテクノロジーの方がやりやすいですね。もう全部レシピを機械っていうか、もうパソコンでレシピを作ってできるから、その間がまあいちいちとかその確認しないといけないんじゃなくて、その間に他の仕事ができるんですね。Ah, and this calculates air pressure and temperature in the column. 温度計と、so, あとプレッシャーの水のプレッシャーとか全部これでわかるんですね。はあ、Bluetooth でつながる。そうです。Bluetooth 使います。そう、例えば私の iPhone、が iPad、のアプリ、状況見ます。はあ、すごい。この iSteel っていうのは、その要はすべてコンピューター管理ができて。Yeah, actually this is a manual still, manual hybrid, so I can, I have to do things kind of manually, even though I'm using technology, but of course there is a computerized version. Ah, 2種類があって、1つがもう全部テクノロジー使うやつで、彼のマニュアルで両方生きるんですね。で、そっちがとりあえず自分で手でも少しずつやってる。それまあコストが少しだけ安くなったんですね。で、次の部屋はラブって書いてあるのは。そうですね。Let's have a look in the lab. Let me just pop this back into its home. Oh, yeah. So this room is like a split into two halves. And the half I'm standing in is the lab. Uh-huh. So, 2つ部屋、この部屋が分かれてるんですね。ここは、So yeah, so this is kind of lab come bottling room. So bottling する場所ですね。そのお酒が入れるところですね。So 向こうのさっき奥の方の部屋はボトル洗うところ。そうですね。今度はあの次はこっちはこっちはそうそうこっちはそうボトルはあの because the bottles are clean, I can start filling them, right? So まああのあっちに掃除をしてきれいにして消毒で。そこからお酒がそのやっぱり隣から、まあ、お酒が来るじゃないですか、はい、そこにもう中にもフィルアップするんですね。そうですね。そうかもうここにこう来てつながってるんですね。そうつながってる。うん。そう、still、蒸留機械からの、新しいスピリットはこのパイプで、タンクの中でね。とりあえずはいっぱいの人で。そう。その後にここついてるのはここいくつか、ね。いや、最初にのスプリットは、このぐらいだけです。はいはい、あとはお水必要なんです。いや、because the spirit level is too high. So, はいはいはい。私のボトリング、度は43度で。はい、今彼のお酒が43度で、うん、じゃあ作った時に何度ですか？うん、例えば、80ぐらい、あの43度になる。Before、you're gonna like bottling, so you give a rest for a little bit or not? Yes, I do give it a little bit of a rest for a day or so. だいたいまあお酒作ってから水を薄めて、まあ1日2日ぐらいにちょっと寝かせるというか、うん、休みさせるの、bottling する前ですね。so this is kind of like the bottling packaging area. And 次はあのラバーですよね。ラベルですね。ラバーいろいろのラバーありますけど、はい、のサイズは3つのサイズ、700ミリ、200ミリと50ミリ、like ミニチュアサイズ。50ミリがまあちょっとテイスティングとかね。これは50ミリですね。かわいいですね。かわいいですね。ミニチュアボトルね。そうですね、これはいいですよね、テイスティングで、そう、トラベリングのボトル。Yeah, exactly right. 新幹線乗るボトル。やめばいいん、sell them on the 新幹線、that'd be great, actually, instead of tea. あれですか、このラベル貼るのも、
全部お一人でやって、そうですね大変ですよ。あ、誰かこうあるあのなんかこうお手伝いしてくれる人がいるっていう感じでもなく、うん、だから壁に生えたところが壁の女性の写真があったけど後で話します、ね、あ、はいはいのそう、ラブラは大変だけどの It's kind of therapeuticまあ、自分ね、ちょっとメディテーションみたいにね、なんかゆっくりするために、なんか張って、なんか打ち着くってことね。あ、そうね。I just listen to some music, you know, bit of classical jazz or whatever. And I've got templates here, which I... Of course, I built the templates as well. これも作ってね。そうそう、これだ。そう、これ、このテンプレートは、あの、700ミリですよね。So these marks lined up exactly with the... These two line up with the front, and I turn it round.And it line, that, that one lines up with the middle one, right? It's trial and error, just, you know, it, in the beginning. And こっちは200ミリサイズですよね。とミニアチュア。これは可愛いですね。か可愛いですね。なんかポケットボトルですね。ね、そうね。でも50ミリはあの、ジントネックは。まあ、ちょうどいいノームサイズ2つだね。25ミリのジンですね。2杯分です。じゃあ、I'm thirsty。なんか喉乾いてるんです。なんか全部見ても本当に私も飲んでみたい。いや、本当になんかこのなんかちょっと飲みながら質問が結構何個ぐらい質問がありますか。飲みながらいいですか。最初からもう飲みながら前提なんですけれどもえのちょっとこうあの テストっていうか、いや、もちろんテイスティングで、ね、ちょっと OK ですか。いや、we go back into the shop to yes, do the tasting. Yeah, the...これからジーニャアズライフスタイルで一緒にクラフトジンの世界を旅しませんか？チャンネル登録してもらえると嬉しいです。次の動画待っててね。パカパカー。